一回こうやってくれたいな。さあ、チェック中止困りましたな。どうも、あがりでーす。こんな動画のさ、うん、前に思い出つむぐアイヌイと、うん、今回のうちの奥さんがなんかの応募して誕生日を祝ってもらうと、そう、それだけで良かったのにもかかわらずなんかサプライズ出演みたいな感じで呼んでもらって、おい、ありがとうございました。本当にスタッフの皆さんもお世話になりました。ライスボールの皆さんも、ちょっとボールももちろん、でお店もんの人もね、本当にちゃんとお店料理も出てくるし、しかもエキストラも、ね、エキストラも呼んで、お子さんもいるしね、大学生男子もいるし、いやーびっくりしたね。すごかったでしょ。うん、いやすごかったっていう、いやこれまず言っていい感想、うんうんうん、まずさ、チークン出てきたじゃん。うん、その時点でさ、うん、もうそれなかったらさ、うんうん、初めから読めたと思う、うん、あ、そうなの。だから最初から記憶流れでライスがどうもって出てきてれば、うんうんうん、あれやんみたいなとか、青い糸だとか、うんうんうん、になれてたと思うんだけど、うん、地に出たことによって誰とのコラボかが分かんないわけよ、うん、でさ、しかもさ、うん、一番のサビの段階で出てきてないやん、そのライスが、うんうんうん、一番のサビで出てくるもんとかも出るんだったら絶対に、うんうんうん、一番のサビもずっと一人でこいつの時間長って思って出ないやつだと思ったの。いやそこがいい感じだ。そうなんだ。でなんかライス出るっぽい感じで、うん、なんか青森の小野さんとかさ、うんうん、なんかユーダルマとかさ、うんうん、出るギャグが来るのかなみたいな感じと思ったら、うん、2番からうわ来たやんってなって、うん、でもさ、うん、まだその段階ではさ、うん、わかんないの。わかんねんだ。わかんない。千秋がマジで本気出したのかなみたいな。で、千秋がその、タホとダグ動画とか出したおかげで、うんうん、なんかたまたまスタッフさんから声かかって、うんうんうん、そういうドッキリがあったのかなみたいな、うん、って思ったの。うん、ライスの時は、うん、びっくり、すごいんだけど、うん、何の撮影なのこれはみたいな、うん。どっちのあれなのみたいな。うまいことなってたんだな、じゃあ。そうそうそう。いや、その後だから J 出た時が一番だからびっくりした。重ねてくるんやな。すごいよな。じゃあ、そんな感じ。じゃあ、血が出たやったら、うん、やっぱりなってなってたと思う。そうなんや。でも、正直読めはしたでしょ。めっちゃカメラあったもん。めちゃくちゃカメラあって、うん。なんだろう、椅子の配置がさ、うんうんうん、おかしいじゃん。俺ら飯食ってで、お客さん見ながらつまみ食うみたいな。うん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 、完全にな正面見せたんだ。でもさ、うちの奥さん、その奥さんの親と一緒に飯食うって言ってたからさ、二、うん、人の席に案内された時に絶対席間違えてんだけどと、うんうん、で後ろ向いたらウェアラブルカメラがさあるわけでもうちの奥さんが仕掛け人だとは思ってないからさ。そうなんじゃん、まさかなんだ。そこはそこはないのよ。だからこいつも騙されてんだって思って誰が騙してんだろうみたいな。でもありえねえもんな、フラッシュモブみたいになるわけねえもん、うんうん、フラッシュモブ絶対起きるぞって無条件に喋ってる、うん、誰がやんのって言って、あんたのお父さんじゃないのって。お父さん寡黙な人だろそういう一面あんのかな。どうだった。いや、前は一番なんか現場入り結構早かったみたいな。俺も一番に店員さんの時ごめんさ、あの、まりちゃん当日4時半ペントハウス集合でお願いって言われた。行ったよ、うん、まいちゃん来ねえのいねえのよ。したらもうちょっとしたら小野さん来て、うん、お願いしますっつって、手持ちぶさたもぶさただよ、うん、もう本当に何でも手伝うんでとかって言うんだけど、うん、本当座っててくださいって言われるってへそん動かれる方がそうそうそう。したら何分ぐらいかな、でも20分、違う30分ぐらいかな。だから5時ぐらいに全員来た。貴重なライスボール全員来た。三浦さん、いやもうな、そのスタッフさんとかも結構いっぱいいてさ、うんうん、10人ぐらいじゃない。だな、全部で。おいさ、お土産持ってった。あ、お願いしますと思って、なんかね、申し訳ないしね、お前がなんか呼ばれちゃって、だからせっかくムツで、で今回ライスボールがいるから、まあフライボールでしょと思って、フライボールと、まあそのヒバの輪切りと思って行って、もうその渡す時のセリフも考えてるわけよ、うんうん、ちょっとだけ今回ライスボールさんとるんで、あの
よかったら、そのお菓子フライボールとかさ。したらさ、その最初、緑ちゃん入ってきて、うん、ワイのイメージはその緑役が光、ジョナが揃った状態で、うん、すいません、本当にこれつまらないものではないんですけどって言って渡すっていう、うん、もう台本があったわけ、うん、もう2時間も3時間も前から考えてる、うん、台本があったんだけど、うん、まあ緑来て、わーってやってくれて、うん、嬉しくて、それで嬉しくて、まあ、結局3人揃うやん、ライスの3人来て、うん、次 J かなと思ったら、あれどうだったかな、誰か下さ挟まってたか、うん、何せちょっと間に入ったわけよ、うん、その3人と J で、うん、もう完全に逃したよ。で、その後みんながおのおのばらけた時にココで渡したで、そのココのやつがある、でも ライスボールじゃない、フライボールはそのもう結構でかいんだから、もうおのさんしかない、渡すなら。だからその渾身の考えたそのボケみたいなやつも全部台無しで、おのさんにただ静かに渡すっていう感じになって、でもあの輪切りもさ、それももう信じられる磨いてさ、うん、今までの人生で一番ぐらい磨いてさ、手間かかってまた、そしたら J とかも喜んでくれて、あ、可愛くないこれって言って、だったなんかさ、うん、藤本さんもその打ち合わせ行って、うん、どの曲やりますみたいなくだりになった時にさ、うんうん、そこで決まってんでしょ、だからその記憶をやるとかさ、命やるとか、あの青い糸をちょっと見たわけ、わしも、はいはい、そしたらさ、あのギター弾く女の子のやつで、あれはコピー版してるわけ、マリーゴールドとかやってもね、そう、だからコピー版みたいな感じならありなんだなと、音源を流すならなしだけど、コピー版みたいなのありなんだなと思ったわけ、はいはい、まあ、ギターがあればねでしょ、はい、だから曲なんでもいいよって言ってくる、マリ、はい、ちゃんから聞いて、はい、もしかして演奏できる人いる感じなのかな、あーなるほど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 、だったらコードだけギターの人一人いてくれれば、うん、俺もう歌う気満々なのよ、あ、チーモカホンと、はいはい、で歌うだったらできるわけ、おもろ、チーモ記憶だってたら、それはもうそれで一個完成してるもんな、確かに、そう、もっと騙されるわ、記憶じゃなくていいのよ、うん、もう Y のサプライズ、Y も全力だからさ、で大輔を騙すというのはそれはさ、生半可じゃ無理だなっていうのは分かってるからでもそれ分かっては多分ワイだけなんだよ、ああ、もうマイちゃんもか、いやでもマイちゃんも一応その小野さんに、うんうんうん、小野さんになんか気あるなって、うん、その気づく方ですかみたいな、うん、めちゃめちゃ気づく方ですって言ってるらしいんだけど、うん、でもその入ってさ、うん、まずちょっと始まる瞬間ぐらいに左前のカメラマンの人のさ、うん、iPhone がさ、フラッシュオンだったピヤーって光った状態でカメラこっち一回向いちゃって大注目されてるやんで、それそのスタッフの人指でフラッシュで突破してくれてるんだけどさ絶対こっちなんだよいやでも、あの、わからないっていうか、うんうん、あの、まだ全然わかんないよ、うん、あの、どっちかっていうと、舞ちゃんの親との食事だから、うん、お父さん来たりしたらすぐ立とうっていう緊張がまだあった、うん、なるほど、うん、でもなんか向こうがゆっくりでいいって言ってきて、うん、なんかわざとスタッフさんから、うん、ゆっくり来てくださいって言われたらしい、あ、そうなんや、うん、準備あるんで、うん、でも俺遅れるわけにいかねえじゃん、あ、そうだよ、ね、向こうの親との飯だから、うん、いや別に待ってていいから早く行ってよみたいな、うん、そっか聞かなかった、そしたらあの向こうめっちゃ長いトイレ入って全然トイレから出てこない。いや、てかそもそもさ、うん、まああの、ワイが一番最初にサプライズの頭みたいな感じでこう出てたんだけど、うん、その曲が、まあ、ライスボールの曲をカホンで叩くってやつなんだけど、なんとボーカルなしなのよ。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 カラオケモードでかかって、うん、それでワイカホン無言で叩くっていうパフォーマンスになって、正直苦行だったんだけど。のライブで一番苦しいライブなんだけど、最初は絶対ワイボーカルあるので叩くつもりで言ってるからさ、でリハももうなんかわし緊張してるからずっとカホンに座ってもう曲やわし叩いてるわけよずっと、でそれの流れこうぬるっとリハに入ったってことじゃない、でまあボーカルありじゃん、てかもうなんかみんな歌うわけ、歌っててもうそこでわしは本番を終えてるんだけど、それが終わった後にその緑が、緑かな、誰かがそのこれ2番から出るんだったらボーカルあったらダメじゃないって言って、あ、そうだ、いや確かにと思って、じゃあボーカルなしでお願いしますあれ分かる、演奏する人だけの苦悩だと思うよ多分え、待ってそれいろいろ話変わってくるんだけどって思いながら、まあでもね、一世一代のサプライズがやるしかねえと思ってもういろいろ想像するもう歌っちゃおうかなとかだよな、確かに歌っちゃえればいいんだけど、いや確かに歌っちゃえば完成してるもんだ、ダメ、そしたらそのサプライズとして、だからどう考えても手抜きが
いるわけよな。準備の時間ないでしょお前っていうやつが現れるんだよね。その時点でもう全てバレるなっていう予想があったのよ。でもなんかブラフみたいになった。いやそれすごかったな。それなら策略なのそれ。歌ういそうで歌わないみたいな。RG みたいな。誰かが歌いに来るんだろうなと思って待ってんだけど、一番のサビでも誰も来ないから。いやもうな、そう、そういうボケなのかみたいな。しかもなんかちょっと笑ってるし。エキストラみたいな。打ち合わせ自体がちょっとさ、そもそもちょっと甘めだったから、ゆるっとこう閉まってなかったんだ。そうそうそう。さすがに出るとは思ったけど、うん、一番のサビでやっぱ出なかったんだけど、もう出ねえんだなって思ったよ。いや、なんかすごい言い方あれだけどさ、うん、そのライスボールはやっぱなんかファミリーな感じが、うん、ライスファミリーだからさ、うん、なんか、え、なんかのきっかけで出る、うん、あれ、設定あったんやみたいな感じで、うん、変に納得しちゃったのよ、うん、で、やばーみたいな。いや、すごいよな。だけどさ、その時点そこでもう一回意味わかんなくなったのよ、うん、これ何のチャンネルなんだみたいな、うん、ラジオ、RAB なの何なのみたいな、うんうんうん、でももうライスで完結してんだよ、うん、正直そこは読めなかったの、さすがに。そうそう、青糸だって分かれば読めるもんな。そうそう、もう一個いい、うん、これさ、うん、これあの後ろ の, あの DJ ブースあって、うん、後ろの誘導があるじゃん、はいはい、そこの後ろにもいたんだけど、なんかあの直前でその大輔たち入ったら、うん、その1階じゃん入り口、うん、会場3階じゃん、うん、階段オンリーで、でその1階の大輔たち入ったらお客さん入んないように鍵を閉めなきゃいけないというのがあって、はいはい、あのちーくんこれ鍵頼んでもいいですかって言われた、大輔たち入ったら、うん、でも小野さんがこのなん DJ ブースからこのカーテンのとこまでちょっとこう空間あるじゃん、うんうん、そこを小野さんが 通ればバレるかもしれないっていうのがあって、はい、で、まあ、その後曲が良き時に曲を流すから、それで曲が流れたら出て行ってやるっていう流れだったんだけど、ワイさ、大輔と舞ちゃんいつ入ってきたか全く知らんのよ。え、いつ店に来てたのか本当に知らんのよ。え、鍵開いてたってこと？で、最終的に締めに行ったんだけど、うん、なんか小野さんがその DJ ブースの裏でしゃがんでて、割と目がこう合わせれる状態でいてて、で、一回こうやってくれたんです。一回こうやられたの。だから多分ちょっと待ってか5分とかだと思う。で、割ってやったのは記憶なんだよ。だから多分その子は大輔たちが来ててあと5分くらいで始めるだったのかな。ああ、なるほど。わいそれ全く分からなくて、でそのわいが出る布の裏あるじゃん、うん、布の裏めっちゃ狭いんだけど、わい、うん、が、まあ、出るちょっと前ぐらいにベスボールたちもこう来てて、うん、こう行くっていう、わいが出てくっていう流れだったんだけど、これからちょっとしたぐらいの時になんとライスボール来たんや。わい大輔いると思ってないまだ、うんうん、あ、もう来たのと思って、うん、締めに来てないのに、そうで、もうお前テンパって光とかに、え、もういるんすか、もういるんすかって言って、そしたら小野さんがもうかけてもいいみたいな感じになって、小野さんはもう鍵を締めに行ったと思ってる。だから私まあまあな仕事残ってるやん。まあまあな仕事だから、あれ強いのいいんだよって言ったら、今行ってほしいですで、あれ3階から1階までただの階段だから、もうライスボールかき分けて外に行って、で、鍵閉めて、めっちゃ3階分階段駆け上がって登り切って、で、息整う前に王さんかけまーってこう始まって、確かになんか焦りあったもんね。出た時余裕はなかったもんな。事前に考えてた文章とかもさ、一応あったのよ、うんうん、まあその大輔誕生日も遅くなったけどおめでとうとか、まあ合同会社の設立もあるしみたいな、嬉しくて来ちゃったって言いたかった。なるほど、あ、うまい。嬉しくて来ちゃったって言いたかったの私は。その後、まあ聞いてくださいライスボールで記憶過本バージョンとかって言って始めれば理想的だった。そうなればそれで完結してるもんね。そう、まあ多分緊張して言えなかったんだろうけど、もうちょいね。そうそう、なんかでももう正直その段階でさ、ライスが来る可能性 5割ぐらい上がるじゃん、うんうん、流れた段階で、うん、で俺、え、何ライス来んのみたいな、確かに感じで藤岡さんさ喋ったっけさ、うん、なんか後々、うん、
やべえこいつも気づいてるよってその時も思ったって言ってるけど、いやそれは気づくやろとその段階でちーくんだけのサプライズだとしたらキモすぎるやろどんなことナイスケ、まえちゃんの手紙読む前に声張ろうなって言ったもんだったら全然張らんかった張らんのかいと思ったもんなあと全然関係ないけど、あのスタッフの一部に高校の同級生ですえびっくりしてさ、東京に美容師になってるやつだと思ってたらさ、2年前ぐらい帰ってきてたらしくて、その舞ちゃん6時に来たやん、でもうみんなでそこで、まあ、舞ちゃんは初の顔合わせをしてて、打ち合わせしてて、俺もう一通り聞いてる内容でもあるし、まあ、そもそもカホンなんか雑に叩いてびっくりさすだけじゃん、もうほぼあんま聞いてないわけよ。そしたらその同級生入ってきて、俺もうその場所にもう1時間半とか2時間とかいるわけよ、もう家なのよ、もうバグっちゃってんですよ感覚が、えっ〇〇じゃんって言ったん、みんないるの、みんな打ち合わせ中の真ん中を通してこの輪っかをの真ん中を通して、おっ〇〇じゃんって言って、あ、名前言ってるやん普通にやべえやつだと思う呼ばれてる分際で多分一番 J の時の反応いいんじゃない俺。いや、J の時も逃げ出しそうな感じだと思う。 J はビビるでしょ。ビビってたな、J はビビる。ライスもビビるんだけど、なんかライスとなんかカホン奏でてーなーみたいな、結構普段からめっちゃするじゃん。してたよな、本当にな。だからなんかチーやったんだべかって思ったの最初夢叶えたんやって、そうそう、なんかそういう企画がなぜか成立したんやって思ったの、だからその時までは、うちの奥さんも仕掛けられてると思ったの、まだ、でも J 出た時俺しか声出てなかったから、そっかこいつみたいな、絶対舞ちゃんが一番超えてるもんな、だとしたら。そうそうそう、 J はビビったな。その後な、君にとかも全部やってくれるしな、ということで、いや本当にお世話になりました。メイクなった、メイクなった、あ、ビビった